どうも、飯田ハリコです。 V 字ポートを都会人気分で生活してみた第39弾。今回も鬼没家をいたぶりながら彼らの生活を観察していこうと思います。てかいきなり純ちゃん起きましたね、うん、さて、まあ、前回でいよいよホムラちゃんもマミヤちゃんも、子供に成長しました。まあ多分カール君のようなムキムキな、ね、子に育つとは思いますが、まあそろそろね、こういうお年頃なのでね、まあ部屋を与えたいなと思ったんですが、まあ見てわかる通り、カール家は、平屋建てで、こういうふうにね、1階しかないんですね。まあ、ね、建物が小さければ改装すればいいわけなんですが、まあこの資金を見てください。5888シムリオンです。ちなみに、まあシムリオンっていうのはシムの中の、通貨で、まあ壁、まあさっきまでね、まあ建築実機はやろうかと思ってポチポチやってたんですけどね、どうもね、やってるとね、5800だと、屋根をつく、とりあえず2階部分の壁を作るだけで手一杯っていう結果になりました。まあね、まあ、建築実況できたら面白そうなんですけどね。まあただそういう事情があるというわけで、まあちょっとカール君にはまだまだ頑張ってもらわないかなというのがな。で、カール、で、肝心のカール君はというと、今日お仕事は？ああ、ないみたいですね。残念。時給265シモリオンなんで、まあ大体、まあ5時間ぐらいですから、まあ1000シモリオンぐらいは稼いでくるでしょう。でもそれでも足りないな。やっぱ純ちゃんにはちょっと頑張ってもらわないかんな、この場合は。というわけで、まあせっかく純ちゃん起きましたしね。というわけで、どうも、飯田ハリコです。V 字ポートを都会人気分で生活してみた第39弾。今回も鬼没家をいたぶりながら彼らの生活を観察していこうと思います。というわけで、まあ前回でいよいよこの、子供たちも、成長しまして、もうそろそろお年頃というわけなんでね、まあ子供部屋をね、作ろうかなーって考えていたわけで、まあちょっと建築実機をやろうかと、さっきぼちぼちとやっていましたが、残念ながら鬼没家は非常に貧乏で、改築するお金がありませんでした。まあこのお金を見ていただければ分かる通り、5888シモリオンっていう、まあ極めて少ないです。どのぐらい少ないかというと、さっきまで、まあこの屋根をのけて、まあ2階部分をぼちぼち作ってたんだけどね、壁を作るだけで、お金が尽きてしまいました。いや、ほんとね、建築実況できたらね、まあ面白そうなんですけどね、いかんせんお金が非常に足りない状況っていうわけなんで、ちょっとこれは厳しいなぁと。まあお金がなきゃね、チートでやれやっていうご意見もあるかもしれませんけど、さすがにちょっとチートはね、ずるいなというのが私の考えです。まあこのあたりは人の認識それぞれなんで何とも言えないとこもあるんですけどね、やっぱこうやってコツコツ貯めてね、作った方が面白いんじゃないかなというのが私の見方です。まあというわけで、まあちょっとカール君には頑張ってもらおうかなと。あと純ちゃんにもね、やっぱ絵師としてね、まあ、腕を上げてるわけですから。そうだね、小説を書かせるという手もあるけど、小説を書くとね、まあやったことある人なら分かると思いますけどね、結構ね、シムにストレスがかかるんですね。でイラ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 するとどうなるか、それは現実の人を見れば分かると思いますけど、はい、すぐ仕事を投げてしまいます。だからちょっとね、まあ小説はね、定期的に収入が入ってくるんで、惜しい商売っちゃそうなんですけどね、まあいかんせんあれなもんでね。まあ、まあ絵師もそんなに儲かるとは思いませんけど、まあ絵を描くとね、なぜかね、楽しさがアップするんで、
なんかシムの世界ではどういうことか、絵を描くことって娯楽の一つみたいですね。まあでもこれは人間にも言えると思いますけどね。絵を描いている時の方が楽しいって人もいますし、まあ昔の自分もそうでした。いやほんとちっちゃい頃はね、漫画とか結構描きよったんですね。まあほとんどね、他の漫画のパクリでしたけど。いやあの頃ね、漫画家になろうなってよう考えたもんですわ。まああの頃だからこそかもしれませんけど、私もそんな無邪気な時期はありました。まあそんなことはさておき、で、宇宙飛行士の夢を見ようか。で技術家になったと。さあ純ちゃんって今お腹空いてるみたいですね。まあせっかくケーキある残ってんだし。でカール君は今日はお仕事はないみたいですね。せっかく稼がせようかなと思ったんですが、ちょっと厳しいみたいでね。で、あ、まだ平日なんで、2人とも授業あるみたいですね。ちょっと飛ばしそうかなと思います。もう起きる前時間はかかるだろうし、純ちゃんはもうお昼寝してましたからね、ちょっと生活のサイクルが狂っているというか、なんというか、おい相変わらず。もうすぐね、お、81シモリオンか。なかなかいい感じですね。いやいや、遊ぶなよ。お、一応収入が上がったんで、絵師として、まあ画家としてのキャリアは上がったみたいですね。あと44シモリオン稼がないとダメみたいですね。じゃあ続けさせましょうかなと思ったんですが、その前ちょっとあ、なんか今気がつきましたが、自分男の子を産ませようかなと思ったんですけど、全然やってないですね。どうしようかな。まあカールクもそろそろおじいさんになりますから、ちょっとそういうのも、おつか朝っぱらから人形と遊ぶって。でもそれがまたかん、おいじゅんちゃん、ね、壊してんですか。まあ、ここはカール君の出番ですね。さて、カール君は一方で遊んでいると。じゃあ遊んではないな。さて、皆様方のご意見に答えていこうと思います。日本はゲームはゲーム機でってイメージが定着しちゃってるから、ちょっと時代遅れてるかなというご意見がございましたが、どうなんでしょうね。ここのあたりの認識は人それぞれかもしれませんね。まあ海外もだいぶゲーム機でやるっていう考え方は一般化してきてるんでね。まあ良くも悪くも日本は住んでる方じゃないんでしょうか。まあでもやっぱなんだろうね、モッドとかそういうのを考えると PC パソコンに分があるのは間違いないとは思っていますが、まあ遊ぶゲームとかによるでしょうね。ん、お、かわ、何、抱きしめると早速セクハラですかっていうか、お、いいお父さんじゃないか。でもその格好で。ああ、でもよく考えたらマミヤちゃんも下着姿だからね。まあ問題ないらしいね。でも結構なんか親子の仲いいですね。あ、カール君、それよりもトイレ行けよ。過激なシャワーを浴びるって。で、マッチョなヒッキーっているのかってご意見がございましたが、いるんじゃないでしょうかね。1ヶ月間ずっとね、家の中で引きこもってトレーニングとかね。でもなんかそうすると、それはそれでなんか気が狂いそうですね。うわ、やっぱ詰まってるんで、その上でトイレ行っちゃうとえらいことになっちゃうな。やっぱ詰まり取らせないとね。何をしようんですか、怖っ。な、ちょ、マミヤちゃん、何ですかこれ。っていうか、何見物してるんですか、ホモラちゃん。つっか、何この未知のエリアみたいな。まったく、やっぱカロクの娘なんで何をやりしでかすかよくわからないですよね。まあそれがまた面白いんですけど。
だからむしろ怖えっつの。あ、じゅんちゃん、昇格したっぽいですね。あ、カール君の誕生日みたいで。ってことは言わないかみたいですね。仕事のキャリアとしては、一応今はキャンパスバカか。またネーミングひどいな。どんな話をしてんだよ、さっきからもう。一応ゴキブリとかも面白いな、でもシムズ見てると。まあちょだから怖いってまったく面白いな。でカール君どこに行ったし、えステレオオンにするみたいですね。もしかするとやっぱカール君のことだからと思ったら、まあ単にゲ音楽聴きながらゲームですか。まあ私もやってることなんでね、ツッコミ、単純なツッコミはできないですけど。さてどうしようかな。お、カール君釣りに行くという願望が出てますね。まあせっかくだしカール君釣りに行かせようかな。そうだね、釣り、まあ釣りに行って、まあ魚売れば結構。おいカール君どんな遊び方したんだよ、パソコン壊すとか。なんか妙な音がするんですが、すごい、ここら辺に地下鉄でも通ってるんでしょうか。で久々じゃない、前回も出てたね、カール君のインプレッサ登場。やっぱインプレッサっていいですよね、ほんと見ててかっこいい。こういう車もほんま大好きですわ。で大自然の中カール君は果たしてどんなのが釣れるのか。その一方で、純ちゃんはというと、カール君とも不服なことをすると欲求、なんか欲求不満みたいですね。どうしましょうか。でもなんか、絵のレベル上げたいっていう願望まであって、まあ向上心は見られますね。おい。一応学校に向かってるようで。ところでどこに座ってんの？あれ？スクール、こんなに大きいスクールバスなのに2人だけとか、どういうことなの？そっか、今気がついたんですが、なんかバスのドライバーすんげえ、なんか、あれです。なんやろ、柄が悪そうですね。まあそんなことはさておき。なんかこれ遅刻フラグじゃないですか。そうだね、そろそろこれ服装考えないとね。あれ一緒に入れないんでしょうか、これは。一人一人入らないと。初登校。若者はどうやって恐怖で死んだんだって。え、どういうことなの、わけがわからないよ。それ一方カール君はというと、何もすれてないっぽいですね。まあこの状況だと果たしてどうなるのか。で純ちゃんはまだ絵が仕上がっていないと。まあでもいい感じに仕上がるよかな。さて、まあ双方ともまだまだ時間はかかりそうなんで、まあ皆様方のご意見に答えながら、東方キャラみたいな色だ、白。まあ確かにそうですよね。白って東方キャラに限らず、まあいろんな、なるアニメやゲームの女の子の色ですよね、髪の毛。あと、お、なんかカール君釣りの上ではあげたようで。しかし、まだまだ何も釣れない。果たしてどうなるやろ。何？金魚を釣るってこんな大きなところに金魚なんか、お！なんか釣れたっぽいですね。新種の魚？ミノーみたいですね。ミノーの餌を覚える。ほう、向上心があっていいですね。とりあえず金魚釣れないとあれなんですが。まあ、後で売りましょうかね。どんぐらい売れる？ 6 シモリオン安いな。やっぱカール君もなんか副業させた方がいいかもしれませんね。さーて、一方の純ちゃんはというと、あ、向こうになんか晴れてま、お、つかカール君容量がいいね。なんかどんどん覚えていく。さて、レースゲームは PC 版も多いのかねってご意見がございましたか？PC はむしろ少ない方じゃないかなと思うんですよね。やっぱコンシューマーの方がね、
多いんじゃないかなって。まあ確かに本格的な SIM はあると思うんですけどね。まあ、いかんせんパソコンは要求スペックの壁とかそういうのがありますから、まあ、そのせいで、まあ、購入層が限られてるわけなんですね。まあ俺みたいに買う人は買うんですけど。お、純ちゃん、絵が上手くなったみたいですね。画家としてもなかなかキャリアを積み上げてるようで。お、絵もいい感じに仕上がってますけど、これ何の絵でしょうか？なんで棒人間？お、148シモリオン。なんか昇格したみたいですね。あ、なんか絵が描けるみたいですね。よーし、この際、何の絵を描かせようかな。よーし、ここは純ちゃんの愛車の一部分。あ、サイズを変更できるみたいですね。はい、キーで、このぐらいかな。じゃあ、純ちゃんの愛車を。なんだこの。よし。何？ライリーは、金魚、あ、どうやら金魚釣れたよみたいですね。あれ、なんか、明日は世帯の子供すべてがシネマコンプレックス。映画館？え？なんで映画館行くんねん。なんか、招待状もらったみたいですが、めんどくさいんで、スルーさせていただきます。で、カール君は、ん？何？ガーデニングスキル覚えるって。あ、そっか、もうそろそろじいさんになりますからね。じゃあ、カール君はこれからマッチョな農夫になっていくわけか。農夫になるとすれば、もうちょっと大きな家に移り住まなきゃいかんみたいですね。なんか、後ろから来てますね。この人も釣りに来たのかな？そうでもない。え？何？あ、パパラッチ？もしかすると。カール君、人気者やないか。いや、面白いですね。つか、そのパパラッチね、こけてね、落ちてしまえって思うのは自分だけし、そこで撃ってんだよ。もういや、普通に考えてカール君に殴り殺されるぞ。お、なんか釣れたみたいですね。ミノーか。結構な量が釣れたようで、金魚も。どうしようかな。でも、いずれにしても全部安いですね。まあ、カール君まだまだ釣り始めたばっかですからね。仕方ないじゃん。お、帰ってきたみたいでね。おー、でもぬいぐるみと遊ぶとか。いや、ほんと見てて愛らしい。150シモリオン。画角として結構キャリアを積みたいというみたいですね。あ、でも絵を飾るっつうのはね、ちょっとまだ叶えがたい願望じゃないかな。え？しっかりしてるじゃないか、カール君の娘。さすがカール君の娘。あ、じゃあ、ベッドメイキングするっていう願望が。パーティーはいいわ。お、何？カール君が中身、なんか変な箱を釣り上げたようで、ノーム人形が出てきたと。え？何釣り上げてんですか、カール君。なんかそのうち、ちょっと待て、パパラッチ多いぞ、さっきから。ということなの？そっか、そんなにカール君の生き肉に見とれてるか、みんな。いや、ほんと、カール君、人気者ですね。おいおい、二人で同時取材とか。おい、後ろになんか変なやつおるから、カール君追いかけろよ。まあ、そんなわけにもいかんわけで。じゃあ、せっかくなんで、まあ、面白いからパパラッチと遊んでようかな。ここはあえてね。まあ、敬礼しておくというかね。あれ？どっか行っちゃった？あれ？帰っちゃうみたいですね。あら、もう仕方ない。軽くも帰らせようかな。もう体力的にも結構限界来てるようですし。さて、皆様方のご意見に、テレビゲームは知識がつかないからねってご意見がございましたが、まあ言ってみればそうですよね。まあ、テレビゲームは言ってみれば、まあ、コンピューターに関する知識がなくても手軽に遊べるという面では、まあ、優れた機械じゃないかなと私は思うわけです。何をしよんだ、これ。なんか、宿題をするという、マミヤちゃん、しっかりしてるね。
そういや、ホマちゃん宿題終わらせたのかな。優等生名簿に乗るという願望が。3つの施設を所有するって、ちょっと待って。ん？カール君何をやってる？カール君の誕生日です。お、え、そこでまさか成長すんの？え？ちょどんな成長あかんな。誕生パーティー開くべきだったな。しかし自分で自分を祝うとか。お、いよいよカール君おっさんに。あら、ここで成長しちゃうとはね。しかもよく見たら髪の毛が青色になってるって、なんかさらにファンキーになってるじゃねえか。なんかヒゲもどっか行っちゃったし。あー、もう親父さんになっちゃいましたね。なんか外国に旅行すると、いや前旅行して失敗したじゃないか。まあ極上のミノを釣り上げるとか。まあこれからカーロ君の年金生活が始まるわけか。まあそうしたいわけですけどね。まだか軍事キャリアはまだ1段階あるんでね、もうちょっと、頑張らせようかなと私は思っています。でカーロ君お帰りなさい。そしてまあまた皆様方のご意見に答えていこうと思います。ドライバーサンフランシスコの実況もっともっと見たいんでお願いします。ゆっくりドライブとか見てみたいですねってご意見がございましたが、まあ私もドライバーサンフランシスコは結構気に入っていますんで、まあちょっと考えさせていただこうと思います。ただちょっとあんなにはちゃけちゃったんで次どうしようかなってちょっとそこで迷ってるわけですわ。やっぱあそこまで来ちゃったらまた次はちゃけないとみんなちょっと不満かなと。でカール君あれケーキあんのになんで料理するんですか。まあでもカール君そこのとこしっかりしてるからね。ん？杖を買うって。まあカール君 お寿司を作ったと。あ、そっか、今日、釣りをしてましたから、それでお寿司を作るなんてさすがやな。まあせっかくだからみんな起こそうか。せっかくカール君がね、せっかく釣ってきたお魚を料理しちゃったんだからみんな食べないと。あー、でも純ちゃんはあれだからね。はい、さて、嫁はロリじゃないとダメなのかというご意見がございましたが、私はそうとは思いません。まあ確かにね、私の嫁がねちっちゃくて可愛ければ、まあ越したことはないですが、まあでも最近はちょっと思うんですね。まあいい嫁ってね、やっぱ話が噛み合うね人じゃないとダメかなというのがね。やっぱいくら可愛くてもなんかいつもなんかなんだろうね、常に火花が飛び散ってるようなね関係じゃちょっと困るなっていうのがね。だからね、やっぱ気が合う人とね結婚したいなというのが私の本望です。まあ個人、まあちょっと外観的によく言えばちょっと太った人はダメかなっていうのがね。まあ太った人がダメっつうのは、まあ外ちょっと見た目的な問題もあるかもしれませんけど、やっぱね太ってるとちょっと健康的にいいかなーっていうのが、やっぱね、私がこれから家の主になっていくわけですから、ちょっと甘い負担を増やしたくないなというのが本望ですし、自分自身もちょっと体壊しかけてるんだよね。さらにちょっと体調管理ができてなさそうな人とやるのもなっていうのが、もちろんね太ってる人が必ずしも不健康的ってわけじゃないんですけどね、やっぱ太ってるとやっぱそれなりに体力も消耗するわけですし、まあ私自身も結構太ってた時期がありましたからわかるんです。あとやっぱね、だからできるだけねちょっと太い方とはやりたくないなというのが本望です。まあでも着替えばやってしまうかもしれませんけどね。まあそういうことです。さてもうみんな寝たかな。じゃあまあそれにそろそろ尺的にもあれなんで、今回はここまでにしたいと思います。グダグダでしたが最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回にてお会いしましょう。